12月11日の運の塾通信をお送りしています。これは4日目ですけど、自動車産業の改革競争、自動車メーカーはテスラに追いつきソフトウェアへのシフトをやり遂げることができるのかですね。4日目です。ギアシフト、 BMW はステランティス、一株主のエクソールはザ・エコノミストの親会社の一部でもある、はソフトウェアチームを世界に分散し、関連ハードウェアが製造される場所の近くに配置する予定である。ステランティスは最近データとソフトウェアアカデミーを開設し、同社の既存の社従業員から年間1000人以上を再教育するとともに、世界中で人材を採用し、2024年までに4500人のエンジニアを抱えることを目標としている。メルセデス・ベンツは2億ユーロ、2億600万ドルを投じて超近代的なエレクトリックソフトウェアハブを建設し、シュツットガルト本社に近いジンデルフィンゲンの研究開発キャンパスの真ん中に1000人のプログラマーを収容する予定である。ここでならどの部署とも簡単に連携できると同社の最高級責任者であるマグナス・オストベルグは説明する。現在ほとんどの自動車メーカーが数千人のコーダーを雇っていると言われていると言っているが、これは誤解を招く恐れがある。プログラマーの多くはプラットフォームやクラウドコンピューティングといった新しい世界ではなく、旧来の組み込みソフトウェアの世界にどっぷりと使っている。アップル社やテスラ社で働き、現在はフォード社のソフトウェアを統括しているドーグ・フィールド氏は、量よりも質が大重要であるという。最高のプログラマーは平均より 20% 優れているだけでなく、10倍も優れていると彼は指摘する。メルセデス・ベンツや BMW のような高級車メーカーは、このような自動労働者にとって常に魅力的な雇用主であるだろう。しかし大衆車メーカーにとっては、高い給料と快適な職場環境を提供することは難しい。彼らが朝10時にウサギのスリッパを履いて出勤することを受け入れる必要があるとフィールド氏は言う。しかも未だに業界を支配しているメカニカルエンジニアと今後ますます主導権を握ることになるソフトウェアエンジニアを連携させるには容易なことではないだろう。一方は完璧なスパルトマ、ドイツ語でボディパネルの隙間を意味する、を達成するために訓練されている。一方は中途半端なベータ版製紙を出してユーザーからフィードバックを集めることに抵抗がない。これらの文化を調和させるには時間がかかると、メーカーのソフトウェア部門設立を支援するリコニウム社のアンジャ・ヘンデル氏は言う。ステランティスのアカデミーやメルセデス・ベンツのハブのようなイニシアティブの目的の一つは、このプロセスをスピードアップすることだ。今日4日目ですね。それで、まあ、ギアシフトということで、まあ、ソフトウェアの開発をどうやるかということで、かなり各社重点的に動いていて、この BMW の子会社ですよね、ステランティス。ステランティス、部品メーカーかな。ステランティスは2024年までに4500人の人員を抱えると言ってるんですね。ベンツは2億ユーロを投資すると。で、そういうハブを作ろうとしているわけですね。で、そこには1000人のプログラマーを抱えようということを考えてですね。で、ほとんどの自動車メーカーが数千人のプログラマーを抱えている。ただ、問題はですね、旧来の組み込みソフトウェアを作っているプログラマーと、ここで言ってるような、クラウドコンピューティングとか、プラットフォームの類を開発するプログラマーっていうのは全然違うよ。だから、生産性が10倍違うよというふうにここでは言ってるわけですね。で、そういうふうな背景がする。ただ、メカニカルエンジニアとソフトウェアエンジニアのカルチャーギャップをどう埋めるかっていうのも今後の大きな課題だということを言ってますね。